最初のページ開いて、どんな宝より輝くものを見つけた。 振り返れば、ほら、赤みたいに笑う顔がどこまでも進ませる。この狭い部屋で描いた物語が紡ぐ奏者とのプロローグ。おお、空へ届きそうなスピードで鍵も取らず走ってきた。 旅立つ夢を叶え始め、次のページを開いた。長く続く夢の海へ、光か闇か分からずに、一度きりの僕たちの旅、次のページを探して。 私あなたに会う。